サンタクロースっているんでしょうか社説は新聞などに掲載される論説記事の一つで、時事の様々な問題に対し者としての意見や主張が書かれる。最新の時事、国際問題など注目されるニュースの中から毎日1から2項目ずつ取り上げて、その背景を解説すると同時に、社の主張や考えを述べる。社の論説委員会で、 テーマ選択や、どのような内容、主張とするかを議論し、論説委員が執筆する。論説委員会や、それに類する組織の内社では、社長や、編集幹部が執筆することが多い。社説面を設ける媒体もあり、見開きの反対側の面に、一般大衆から寄せられた、異論、反論を特集したオプエド面を配置したり、媒体と直接関係のない外部筆者による、 評論記事を掲載したりすることもある。一面での掲載は、スペインやイタリア、フランスなどのヨーロッパ各国で行われている。英語圏の新聞では珍しく、特に重要なニュースが起きた時のみ実施される。社説は、社論の中核をなすものであり、通常は、無署名で行われることが多い。ガーディアンの論説記者、トム・クラークは、無署名での掲載によって、 読者が筆者ではなく、記事内容自体を議論することを確実にすると主張している。一方で、原久夫は1994年の著書で、価値観が多様化する時代に、社会的な政策の上で、いつも論説委員が一枚岩のように足並みを揃えるのは、不自然であり、かえって危険として、社説廃止論を唱えた。全国紙やブロック紙では、 概ね毎日の長官に異なるテーマで2本掲載し、重大ニュースがある場合などは1本の大型社説とすることもある。これらの新聞社は多数の論説委員を要しており、論説会議を経て担当の論説委員が社説を執筆する。県市では、社説欄のない社、原則1本掲載の社、2本掲載の社と掲載の形は様々である。県外や、 海外の話題に関しては、共同通信社が配信する社説の雛形論説資料をそのまま、あるいは一部改変して掲載するやしろもある。それだけに、地方紙が通信社から配信される社説を転用することへの批判も少なくない。一方で、共同通信の論説資料に依存した社説編集を行っているやしろは、部分的で、 地方紙の全体的な傾向とは言えないとする研究もある。通信社はニュースの速報を、新聞社はそのニュースを受けて解説、論説をという役割分担が必要との議論も古くからある。新聞によっては社説に独自の名称を用いている場合もある。掲載面は2から5面あたりのページ数の若い面や朝日新聞のように、 オピニオン面であることが多い。中には社説を掲載していない新聞もある。一方人の新聞社が発行する、一定の地域で大事が異なる新聞においても、同一内容の社説が掲載されている。明治時代は、読者が事実報道よりも主張を求めて、新聞を選ぶ傾向があり、知識階級を中心読者層とした、大新聞で社長が主筆を兼ねて、 社論を展開する例が多かった。福地源一郎、福沢諭吉黒岩瑠孝、徳富祖宝、鳴島隆北、陸勝南などがそうした言論人である。放送局は放送法第1条、第2項に基づき、公式には、社説ではなく、解説委員個個人の意見の扱い。ありがとうございます。